はい、皆さんこんにちは、タートルです。頑張ってるのに痩せにくいんです。そういった方におすすめなプッシュシーソーを紹介していきます。このメニューのいいところが、体の背面、日常的に使われない筋肉を使うことができる、使いすぎてる体の前面ストレッチすることができる、おすすめなエクササイズなんです。1種目たったの30秒です。レベルに応じて4種目紹介していきますので、頑張れる方は全部やってもいいです。今日も一歩前進しましょう。まずはうつ伏せになってください。スマートフォンは顔の前に置いてください。このまま足は肩幅に開いて、足を斜め上に持ち上げる感じです。スタート。まず揺れるためには腰から下の筋肉を上に力を入れる力で使わなければいけません。膝が曲がってはダメです。斜め上に足を上げる感じで、お尻ともも裏使ってください。はい、今度は上半身です。脇の下に手をついて上体を持ち上げる、繰り返していきましょう。手だけで使うんじゃなくて、まず上体を起こして残りを手で上げる感じです。上体反らしをして上がらない部分を手で上がる。これで体の前側のストレッチ、背中のエクササイズができてます。 OK です。今度は手を使わずに今やったのを両方行います。こういう感じです。自然に揺れてください。これ結構辛いですよね。頑張って。背中が痛い。オッケー、ガー、背中使った。ラストはここから肘を曲げて、ここでキープ。このまま上体を反らす、元の位置に戻ります。これはちょっと女性は辛いかもしれない。こういう感じです。床ギリギリで一回止まって、上体を反らしてストレッチ、止まって反るストレッチ、 OK。 今やったこのライオンプッシュアップ、これをもう2回頑張りましょう。ちょっと難しいと思うんでね、見ながら真似をしてください。降りる、反る、上がる、これがね、体幹も鍛えられて、プッシュアップとプランクと、はじめのプッシュシーソー、全部が合わさってます。はい、OK。あともう一回です。できない人もね、真似だけでもいいです。いいよって方はここで一回降りてもいいです。動作を分けてやってもいいです。できる人は見ながら真似してください。はい、 OK です。お疲れ様でした。あんまり上半身のエクササイズしてないよって方はね、ぜひやってください。気になるのが下半身なんだけどって思ってる方も、上半身をすることで筋肉のバランスが良くなったり、代謝が上がったり、姿勢が良くなったりすることによって痩せやすい体が作れますんで、
できなかったよって方は動画を見ながら何度もやってください。頑張ってやった方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。